フェイエノールト氏に残る名手、元オランダ代表 FW ピエール・ファン・ホーイドンク氏が、サンティアゴ・ヒメネスに残留を進めた。写真、現在54歳のファン・ホーイドンク氏。オランダ、ボエットボール・インターナショナル、によると、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストが25日、フェイエノールトからメキシコ代表 FW ・サンティアゴ・ヒメネス。23、 の獲得に向け、今回3度目のオファーを送信したという。ヒメネスは昨季オランダ一部で得点を量産し、あまたのビッグクラブから関心が。ただし、後半戦の得点ペース鈍化で移籍噂はしぼみ、今本腰を入れるクラブこそフォレストという構図だ。現状、フェイエノールトが再三にわたるフォレストの打診を受諾するかは不透明。 フェイエノールトに21世紀唯一の欧州タイトルをもたらしたレジェンドにして、クラブ史に残るストライカーというファンホーイドンク氏は、自身のもう一つの古巣でもあるフォレストへヒメネスが移籍することに反対だ。はっきり言って、フォレストは魅力的なクラブではない。オランダ視点でイングランド・プレミアリーグは世界最高のリーグだが、全クラブも世界最高峰なわけない。これは私の主観で、 より現実的な話をするなら、ヒメネスはプレミアに適していない。優れたテントリアだが、私に言わせれば、10代の頃にフィジカルの鍛錬が足りていなかったように思えてならない。批評しているわけではないよ。ほんの一握りでしかないトップオブトップではない、というだけだ。プレミアに適さないと考えるのは、空中戦のデュエルであまり勝率が良くないから。ヒメネスは常に全力でジャンプするが、 その姿はチームプレーに徹したものに見える。セリエアーかラリーガの方が合っていそうなのだ。